レンタロです。秘密基地です。ということで今日は僕何も知りません。フガジンがなんかやってんのよ。あっちにいてとか、もう見ないでとか、まあ薄々察してはいるんだけど、カメラも設置されてオープニング撮れと言われたんで、もうしょうがなく撮ってるんですけど、準備ができたら声かけてって言われたんで、ちょっと声かけてみます。フガジン、準備大丈夫？いいよ。いいそうです。何か馬鹿げたことをやってますが、開けてみましょうか。開けまーす。いらっしゃい。お寿司屋？ようこそ。もう100入りきってるんだけど。ようこそ。こちら寿司屋ウギでございます。寿司屋ウギ。おい。今日一人なんですけど入れます？満席でございます。満席？どこが満席なんですか？お帰りください。誰も入れんや。これ？ずっと一人でやってたの。そうでございます。今日はですね、レンタロウが今車の中で編集してますんで、こっそりとお寿司の仕込みをやっていきます。はい、じゃあ卵焼きをね、まずは作っていきます。卵焼き器ないんで、ホットサンドのこのフライパンの片側で作っていきます。卵焼いていきます。意外とうまく焼けます。うまそう。卵焼き完成です。お寿司にするからちょっと冷まします。はい、ということで次はですね、握り用の刺身を切っていきます。まず、マグロ。はい、じゃあ次、サーモン。はい、切っていきます。じゃあ次はタコ、切っていきます。じゃあ巻物のね、キュウリ切っていきます。鉄火巻き用のマグロも切っていきます。仕込んでた米ができたんで、ちょっと酢飯にしていきます。仕込み完成しました。じゃ早速レンタロウ呼んでお寿司屋ウガジン開店したいと思います。お寿司屋さんね、分かってる？俺5年高級お寿司屋さんで働いてんだよ。それは超えられないから先に言っとく。俺寿司握るの今日が初めて。なんなら俺の方ができるっていう。そうそうそう。はい、ということで、本日はですね、キャンプお寿司ということで。食べるの？食べますよ、それは。食べながら握るんですか？そういう寿司屋もあっていいよ。ご注文いただいたら、漏れなく2貫で握ります。では今日用意したのがね、こちらね、オープン！ピロリーン。すごい！いや、よくやったな、お前これ。今日はこれをね、使って、お寿司屋、やっていきたいと思います。すごいよ、12種類もあって。マル秘。はい、マル秘は、後でぜひ頼んでください。じゃあお客さん、まず何にしましょう？あ、もう早速行っちゃっていいんですか？あ、もう行っちゃいましょうよ。生ものは、新鮮なうちに。俺がまず、絶対最初に回転寿司とかでも、頼むもの。あ、わかったわ。タイ。です。はい。じゃあまずはマダイから。大将。あれ？まあちょっと今日はね、なんでこういう企画をやろうとしたのかっていうのをね、話しながらまず1貫目握ろうと思います。ああ、そうです。で、まあ僕、料理人やってるんですけど、やっぱ寿司って、もう一つのジャンルなんだよね。だから、簡単にやろうと思ってできるものではないのよ。だから、やってこなかったんだけど、シンプルに趣味としてたしなみたいと、練習したいと、そういう思いから、まあ今日やるに至ってるっていう。まあだからまあ経験と練習とっていう感じかな。大将、ちなみになんですけど、はい。これ全部サビ抜きですか？あちゃー！あちゃー！うちサビ有料なんですよ。先に言ってもらわないと。そうなんです。オプション。オプションサービス。珍しいですね。わさびオプションです。じゃあまあ今日はね、そういう感じでやっていくんで、よろしくお願いします。お願いします。はい。ていお待ち。あ、てい入りました。いいやん。お寿司やん。いや、お寿司にはなってるね。まあまあ、でもね、誰でもお寿司にはできんのよ。いや、俺5年働いて分かってっから。相当食ってきたけどね。うん。今日は結構厳しめにジャッジしていくよ。いただきます。うんうんうん。シンプルにうまい。おお、マジで、うん、お寿司だやったぜ。ただね、やっぱシャリが甘いね。シャリ甘いっすか？シャリ甘いよ。もうシャリが平べったいもん。あー、やっぱり空気含んでない。含んでない。じゃあ次、あ、もういいんすか？どうぞ。どんどんいっちゃうよ。じゃあいっちゃおうよ。タコと赤エビ。タコと赤エビ。じゃあまず赤エビから。いや、美味しそう。もういいよ。おいや、あ、所作いいよ。いいやろ。赤エビお待ち。いただきます。赤エビがうまい。ていお待ち。一つ言うとね、多分、ネタに対してシャリが多いね。シャリ塩って言ってもらえますじゃあ。うざはい、タコいただきます。見てこの薄っぺらさ。将棋だよ、将棋よりパーンいけるよ。将棋よりはあるやん。いかがですか？美味しいね。美味しいやろ。ガリつまんでいいっすか？どうぞ、セルフサービスです、うちは。うん、うまい。はい、じゃあお客さん、次は何しましょう？次どうしようか。卵がいいよ。うちの卵はうまいよ。押すね。めっちゃうまそう。へいよ、こっち。いやいや。うん。すごい。何これ。全然美味しくない。え、美味しくないんだよ。全然美味しくない。全然美味しくない。びっくりした。多分そのままのがうまい。次何にしましょう。食ってみ。え、何？わかった。じゃあ食ってみるわ。うん。全然美味しくない。全然美味しくないの。お客さん、はい、次何にしましょう？巻物行く？お客さん、お目が高いですね。え、巻物おすすめ？巻物、一押しございますよ。じゃあ巻物の一押しで。かしこまりました。かっぱ巻き入ります！かっぱ巻きかい。せい！ほら、めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。いただきます。うまい。マジ口の中が上手。いや本当に。お客さん、はいはい、次は何にしましょうか？次はね、じゃあ僕がマグロを握りましょう。え、本当っすか？一回ね、試しにね。試しにね。いやレンタロウね、握れちゃうのよ。サビチョコン、わかるかな？おお、綺麗。食品サンプルみたい。じゃあいただきます。うまっ。マグロだよね。マグロ食いたいからさ。ちょっとお客さん。ここ寿司パーティー会場じゃないんです。うちのお店で何してくれちゃってんの。チョリッスチョリッスしてパクリンチョ。うん、シャリに空気が入りすぎて弾けた。弾けた。口の中でエアバイブならぬシャリバイブ。シャリバイブ。お客さん、はい、次はどうします？気になってるんですけど、はい、いなり。いなり。えなりやん。何何？え、何？何してんの？何何？うちのいなりはすごいよ。マグロと今サーモン入れました。誰が米を入れろなんて決めた？寿司の概念ぶち壊してきたね。誰もここにいなり寿司なんて書いてないよ。確かに。いなりとしか書いてない。すごいよ中身。マグロ対サーモンタコ。お宝箱です、完全に。完全に。もう魚群。魚群走ってます。魚群。いただきます。大将、これだけはやっちゃいけねえや。全部稲荷の味だ。そりゃ稲荷だもん。そりゃ稲荷やもん。じゃ、これなの？刺身1個入れてからの米。なるほど。いただきます。めちゃくちゃうまい。ただ、本当に。魚いらない。だから今までいなりに魚誰も入れなかった。いやほんと。あ、お客さん、次何しましょう？サーモンマヨ。おー、なるほどね。うん、大丈夫です。ちょっとお願いが、サーモンマヨ炙りいけます？炙っちゃいます？いけるんです？当たり前じゃないですか。よいしょー。よいしょー。虫が来る寿司や。あっち、あっち。それ熱いや。今すっごい気持ち悪いびっくりの仕方したかもしれない。もうマジで嫌かもしれない。絶対使うやんこれ。寿司や。あっち。あっち。え、お寿司も良くなってんじゃん。当たり前じゃないですか。俺お寿司業界の奇跡って言われてんだから。やっぱこれだけは反則。サーモン、炙り、マヨイコールもう滅亡。滅亡です。終わりです。終わり。じゃあそろそろマル秘ちょっと行ってほしいなって思うんですけど。そういえばありましたね。ちょっともういいかな。準備したからさ。頼むよ。友達じゃん僕。ベーコン？ベーコン軍艦。ジブイやつね。ジブイでしょ通称。めっちゃうまそう。ジブリ感じていい？いいよ。いただきます。いっちゃいなよ。めっちゃうまいやんマルヒ。酢飯と肉ってめっちゃ合うよ。めっちゃ合うわ。そうなのよ。外で食うベーコンが一番うまいから。はい、というわけでね、全種類食べ終わりました。食べました、一通り。うん。お客さん、はい、納豆食ってないよ。ああ、納豆。納豆は気持ちするやん。だるがってるやん、大将。まあじゃあ納豆お預けだ。お預け。うん。どうだった総評。前提として俺のためにこんなねことしてくれてすごい嬉しい。え、何告白振るときのさ前置きやちょっとおかしいって。やっぱ生ものの寿司をもうこんな山奥でやるのもおかしいし、これを朝から一人でもう俺に隠れて仕込みをしてるテンション感、狂ってますあなた。そうかなでもね、本当に美味しかった。これを機にどんどん上達してくださいって感じですね。ごちそうさまでした大将。どうもー。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。次回も動画楽しみに見てください。じゃあバイバーイ。バイバーイ。